はい、マインクラフトですよ。はい。始まりました。ほう。やっていきましょう。ほっす。よし。オッケー。まあ、何をするっていう。いつも通りですか。いつも通り。そうだね。うん、何をするっていうわけではないけど。まず、大きな目標としては、うん。ダイヤモンドを、あと1人分好きだね集めるというのがこれは大きな目標ね。大きな目標だね。これはその海底神殿とかの攻略のためのあれだから大目標です。必要なんだよね。で小目標としては小目標馬を多分捕まえられるようになってるはずだから、まあお迎えするための馬小屋とか、まあその他ペット小屋もあってもいいのかなっていうのがまあ小目標ですね。あってもいい。うん。どの辺でもいい。なくてもいい。小目標ってそういうことだから。それも小目標。そう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 。小さな幸せだから。なるほどなるほど。そんな感じですが。まあでも、まあ本当その辺とかもこの辺空いてるもんね。うん、家にも家のそばだし。いいかなっていう。いいんじゃない？いいんじゃない？この辺。うん。作るじゃない？作る？だからまあ、それぞれあ、それぞれの馬？それぞれでもいいんじゃない？それぞれの馬。だって3頭でしょ？そうか。いや、俺、イメージは、一個の大きい、まあこういうのがあって、こういうのがあって、中に、仕切りがしてあってそう馬が入ってるみたいな感じだったんだけど、そういうことじゃないのね。そんななんか個室あげろよ。あ、もうそういうことか。そうだよ、そんな薄い仕切りだよお前。え、じゃあ一人何にもできないじゃん馬も。いや別にいいけど、そっちでも。いやまあ一人一個でもいいよ。一人一個どっちでもいいんだ。土地、じゃあ区画、そうだね。区画決めようよ。ちゃんと。どうす、全員が平等だと思っちゃダメだよ。え？平等じゃないの？平等じゃないんだ。区画、何でじゃあ決めようか。じゃあ、ドンさんが石を置いて、道、なんか、どうしようか。なんか、道っぽいのを半ブロックとか置く？あれ、鉄鉱石しか持ってないけどいい？鉄鉱石置いてって。まず鉄鉱石置いてっちゃうの、まず。その鉄鉱石持ってんのが。持ってるわ。鉄鉱石持ってんのが珍しいけどな。いや、これなんか道にしようかなと思ってさ。道。あ、なにこれ。十字架。墓。墓だね。まず墓。なんかここ何してんの？あ、なんかせっかくなら道にしたいなと思って。あ、なるほど。じゃあ白い白樺持ってない？白樺、もう持ってこようか。じゃあ俺この区画、この、あ、ちょっと待って、なんかもう始まっちゃう。まだもう始まってる。俺この区画、待っておかしいぞ。まあ、しょうがない、ドンさんが。白樺？砂？白樺？いや、別に、白樺。なんだよ。なんだあいつ。天候変えてや、ちょっと気分が乗らない。まあまあ、確かにわかる。雷だと。天候変えてや。天候無理だ。雷じゃ。こっち、俺使い方がよくわかってないんだよ。ウェザーしてちょっと待って、ウェザーしてよ。ウェザーしてファニーデーにして。ぽいわ。サニーデー。ああ、サニーデーでもいいよ。ファニーでもサニーでも、あ、違う、やってくれ、何でもいいから。ちょっとね、コマンドがあるのよ。知ってんの俺コマンド。んでこうか。あ、ほらー、ほらー、俺こういうことできるかもしかして、だから俺、あ、いいじゃないじゃない。It's fine today ですね。It's fine to thank you, Endu。Endu day だね。Endu day だね。I'm fine? I'm fine, thank you。で、一応、空いてるところには植え込んだけど、なんだこれ。いや、ドンさんが何これでも道がここまでだから、ドンさん、ここにしか出ない。ドンさん区画、ここだよ。俺、割と狭めの区画。いや、狭めどころか1個しか開いてない。何 ?1 個ドンさん、ここだよ。嘘。だって今、道引いてんだもん。道引いちゃったからさ。ドンさんの区画は決まった。嘘。ちょっと待って、見に行く。馬入れられるかな？馬入れられない？一応今、ポイントに、立ってるけど。なんか近くにエンダーさんいるよ。お、まあ気にすんな。気にすんな、気にすんな。バオ。バオっつってた。どこ？あそこだよ。あ、俺。道だから。ここまで道だから。1マス？俺。お前1マス？俺1マス決めたの。ドンさんが決めたの。あ、そう。これはダメだね。こうかな？ああ、なるほど。こんな感じ？一回だから、じゃあこれ、あ、ドンさんにやっぱ決めてもらわないと、3人の。3人のを決めてもらう。俺がなんで区画は。めんどくさいな。めんどくさい。よし。じゃあ、道を引いてもらって。道なぁ。まあ、こっか、うん。まあ。なんだあいつ。あれちょっと木が出てこないな。よし。夜になってきた。幅どう？幅うまいこと。あ、でも俺そんないらないよ、幅。あ、まあ、だって、ね、馬ですから。馬でしょ？まあね。お。いや、はい。こっから横いくつ欲しい？そしたら。こっから横、1マスずつで大丈夫だと思う。あ、すごいね。ああ、ここ？うん、いける。すごいね。あ、結構欲張らずだな。そうだね。俺はやっぱみんなに多く取ってほしいからね。そっか。うん。え、じゃあ俺、次、いい？いいよ。じゃあ俺ここでやっぱ真ん中ここ一緒にしちゃうとさ、うん、結局ドンさんと一緒の建物になっちゃうもんね。そうね、うん、じゃあ狭っあれ同じじゃない大体同じじゃない？大体同じだよね。大体同じだね。あ、まあパッと見わかんないけどな。大体同じだよ。どっちだろうってなるけど。じゃあ鉄塔さんじゃあ鉄塔さんこれだって。あ、そこ、ここから血があるけどここじゃないの？あ、繋がったね。あれこうでしょ、だから。ああ、なるほどね。広っ。もう一個かな。え、あ、行くね。こうかな。あ、でもパッと見わかんないけどね。パッと見わかんない。これが、ドンさんがここまででしょ？俺そこまで。で、ここがペソでしょ？ペソそこ。すごいな。柱。ただの柱だけど、ペソ。これこれ。ああ。ああ。このぐらいの区画で。このぐらいの区画で。これ4人いるわけじゃないよね。これ4人じゃない。4人じゃない。一人ちょっと、すごいね。俺置いた結構いたね。一人いったね。ギュッとしたね。本当に。俺の横とかちょっと空いてんのにね。うん、間違えちゃってるみたい。確かに。あ、そう、じゃあこれで作っていくか。はい。じゃあ、作ろう。どうしよう。どうしよう。何で、まず何で作ろうかな。ちょっと一回。あ、もうあいつ。早速白樺で行く気だな。あ、もう白樺なんだあいつ。ちゃんと斧もできたりしよう。ちゃんと。ああドンさんまた雨降ってきちゃった。ちょっと頼むよ、無理だわ雨じゃ。ファインしてファイン。あ、家の中に雲が。こうでいいのか。痛い。なんで家の中に雲が。やめて。なんてだ。できた。え？嘘でしょ？できたらしい。速さが驚きの速さなんだけど。雨もやんだ。雨、俺がやましたんだよ。え？これ入る？わからん。入らんかな？いや、わからんけど。あ、すごいな。え、そんなあっという間に入るとは思うけど、出れるかね？バタンって飛び出すんじゃない？ああ。バタンって飛び出すでしょ。飛び出すかな。ここ後ろ開けとけば雰囲気出るかな。ああ、なるほどね。開放感。後ろ開けとけば雰囲気出る。ああ、スパチありがとう。あ、スパチありがとうございます。わあ、すごい。ありがとうございます。後ろ開けとけば、でも、スタンバイできるね。何それこれの意味なのじゃあ。そこでスタート切る。出てっちゃうじゃん。スタート切るときにさ。バターンっつってバターンっつってびっくりさせて走るやつでしょ。そうそう、ここ出てかないとダメ。ほぼほぼ。早いなぁ。ほぼほぼいいけどな。ちょっとあれだ。斧が欲しいな。どうしよう。でも俺これ、入り口はこれだけど、もうね、でもね、多分ね、この辺使っていいと思うよ。本当？敵。家の中？やっぱいいのかな？普通に敵がいた。うわ、贅沢。あれ？ああ。いや、これじゃ結果あれだからな。俺の馬兵将になっちゃうけど、でもね、ドンさんのより広いと思うよ。まあ言えそうね。結果的に、俺のは狭く落ち着いた。ペーサーなんか発射台みたいじゃん。ゴムの力でバーンと。なんだっけ、あ、そうだ、斧だ。トトトーン。斧はなんかちょっと違うかな。ダイヤの行くとこだった。これか。よし。隠しようか。いやー、どうしようかな。どうしようも何もねえんだよな。どうしようも何もねえんだ。あれ？前のやば。うわ、遅かったな。おい、俺の領域に来るなよ。どこがよ。ダメだよ。何が？こう、ダメよ。なんで？俺ここまでじゃないから別に。違うの？あえて使ってないだけで、ここまでは俺だからね。そうですよ。空間はあるんだ。違う、空間を楽しんでるんだから。ここ。ダメよ、ここは。あえんだよ。混ぜちゃダメ、こっち。あ、でもこっちも空間があるな。なんだよこれ、俺のところから行くじゃん、これ。お前の馬、俺のところから来るじゃん。ダメなのか。ダメよ。あ全体的にそこがスタートになる。うわーよし。おうわ何これ気持ち悪い。なんか玉転がすやつみたいだな。ちっちゃい頃にあった浜崎あゆみのこれマークじゃないの？本当だ。あっぽいマリア。これ上から見たらあれじゃない、なんか書いたんじゃん、あゆみたいななってんじゃん。あゆになってんじゃないのこれ。25って書いてある。本当だ確かに。25って書いてある。雨降ってる。雨どんだけ降んのよ。あ違う。まあ白樺使ってる。俺なんか石って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 お似合いだけどさ。いや俺ちゃんとあれ入り口1マスじゃダメなんだっけ？入れないの？そうなの？そんなことないだろう。なんか言ってなかったさっきコメントで。嘘？入れないの？入れなかったらじゃあ俺もう無理だよ。てか全員無理。全員無理。全員無理だね。いや最悪鉄塔さんとドンさんは横を削りゃいいけど俺削れない。いや無理だよ。そういうデザインだから。2マスいるって。じゃあ俺無理じゃん。ペイさんはだから無理だね。マジか、ペイさん無理だじゃあ。ペイさんだから入り口を変えなきゃダメ。入り口を変えるっていうのは何？だから例えば、シンメトリーじゃないんだよ入り口が。どっちかに寄らないとダメだよ。嘘？そういうことだね。どっちかの壁をさ解釈しないと無理じゃない？ああでもそれは無理だな。そうだね無理だな。無理だな。だって1個ずらすか道1本の道が入れないってこと？1本の道無理かな。1本のこの道が入れない。この道無理かな。細くない馬ってダメなの？意外とダメなんだ。意外と引っかかるんだあいつ。そうなんだ。全員入れないって。じゃあずらすよ。高さ知ってる人教えて。これならいける？よいしょ。こうしたけど。あ、ずる。これでいけるなら。どういうこと？俺はじゃあもう一個。俺一個ずらしたよ。お前、一個ずらした。ってことは。ああ、なるほどね。俺がなるほどね。だから俺と同じサイズ。あ、結果ね。結果俺と同じサイズ。結果同じサイズ。上は3マス。高さ3だけダメなんだ。意外と必要じゃん。意外と邪魔だ。あ、そう。あ、そう。案外だね。俺じゃあドンさんと一緒なの？一緒の形になるよだから。一緒の形になるね。このままだと。ああ。そしたらじゃあこの細いところは逆に出れなくなるってことか。細いとこ行けないってこと？そうだね。あ、そう。あ、そう。そうなんだ。そうなのか。ちょっとショックだな。ね。もうちょっと頑張れるもんだと思ってたけど。ドンさんなんか自然となんか急にでかく使い出したけど。あれ本当だ。どうしたの？ないよ。あ、やべ、向き合っちゃったな。これなら入れるよね。これなら入れるね。同じの作ってないペイさん。あ、1個だけ。あ、同じの作って。あれでしょ、なにダメだって。ダメだって。だって後ろ使ってないじゃん。使ってないだけで、あるんだろ。これ以上来ないで。そこなの？そうだよ。じゃあギリギリここはいいってこと？じゃあもう俺もう横に遊べないじゃん。ドンさん向こう側遊べるけどさ。遊べるね。これなら平気？何これ？遊ぶ気ゼロじゃないこれ障害物リレーの途中じゃんすげえのできたなこれなら平気だろう。上3マスだって上だって突き抜けてるよ。いやここだって2マスだよ。あダメかこれ天井ダメか。天井ダメ。もう一個上にいないと。あ、じゃあこれでいけるか。天井ないっていいんだよ。天井なしにすればいいんだろ。小屋じゃなくない雨ざらしすごくないあれ。いや、しょうがないよ。やばいって。ドンさんに選ばれた馬がかわいそうなだけだよ。そうか。あ、じゃあ一応塞いとかないとね。よいしょ。うん、あ、もうどんだけ降ってくんの雨。なんなんこれ。あ、もう。あれちょっと待てよ。なんだっけ。あー、もう何作るか忘れた。階段の方がいいか。何作るか忘れたな。何も思い出せねえ。病気だよ。やべえよ。バカだバカ。何を作ろうとしたのかもう何もかも忘れた。あれなんでこっち来たんだ俺は。やばいね。なんか作ろうとしたんだよ。何？あれ？思い出した。違うな。これはしごだな。柵どうすんだっけな。ああ、たたたたた。これで、これで、赤い色。これでいいかな。もうちょっと。やつは何をしてるんだ？あ、違うわ。これじゃないや。よし。ゲートか。あ。あ。ちょっとベーザーに先。あ、でも、ちょっと違うな、俺のとは。これ中入れる。あ、これでもいけんのか？これいけんじゃない？ここいけんのか。うん、多分。何？俺のとはちょっと違うか。ペイさん、ペイさん、上もダメだから、上も入っちゃダメ、上もダメだから、ペイさん。ペイさん、なってないでしょ、上からダメダメ。3マスって話だったじゃん。違うよ、俺も今、階段、階段にやろうとしてたんだから。階段作ろうとしてんだよ。ダメよ、ここ入れちゃ。ダメなの？ダメダメ。じゃあ、あっちは平気か。こっちに伸ばしちゃいいのかじゃあ。あ、そうそうそう、そっちは全然大丈夫。もうこの壁一緒になっちゃった。あ、ペイさん、ダメだって上伸ばしちゃう。なんで？俺んちだからこれこう。なんでなの？もうダメなんだって。上の決まりはあるのかい？あるに決まってるでしょ。そうするとじゃあ制空権も確保されるんだよ。じゃあ俺上に行ったところで何も変わんないじゃん。いやもう一生向こうに行けばいいじゃん。悲しいよ、入り口が遠すぎるよ。そうね、下行ってる人がいる。下行くなよ。上いいじゃねえか。お前、いやダメダメダメ。下行くなよ。上はダメ。上はダメです。俺もう何もできねえ。どうしよう。どうしよう。え、待って、鉄塔さん、ちょっと。どうした？地下は？あ？地下まだ。地下はあるでしょ？地上あるなら地下あるよ。地下はでも別に大丈夫かな。だってそういうのは。地下はない。地下ないの？地下はない。でも、俺ももうここまで掘ってるから、俺のとこは断面で。なるほどね。先掘ったもんで。待って待って。ねえ、待って。鉄塔さん、地下じゃない。あいつがやってんの、うちの地面。地下じゃない。地面で俺の土地入ってきちゃった。これダメでしょ？でも、どこからが地下って表現するか。でも大丈夫、大丈夫。1マスはだってさ、地面ないと無理じゃん。まあまあ確かにな。ダメかい。水入ってきちゃった。ダメだって。ダメかい。ダメだよ。これはダメかい。あ、雨降ってきた。雨、地下ダメ？地下ダメか。ダメか。地下行くのは自由だけど、ちゃんとやっぱ土地があるんでしょ？ああ、土地ね。それぞれのね。お前ちゃんと埋めろよ。うちを埋めてくれよ。あったあった。そういうことじゃない。何？そういうこと。いいよ、だからここを上っ面だけやってくれたら、ああ、これでいいね。そしたら、いいよ、使うなら使っていいよ。あ、本当に？上っ面埋めていればいいのか。うん。オッケー。一個だけあ、そうそう。あ、これね。これなら使っていいんだな。テトさん、うちのさ、階段をさ、上から見る用のさ、うん。どうなってるかなと思って。便利だよ。使わないよ。いや、便利だね。便利だよ。このまましといてくんない？やだよ。便利だから。階段の作り方わかんねえな。あ、もうそれあれだよ。鉄塔さんがやったってことは、いいんだよ。もらったよ。G 取り、色で G 取りみたいな。やめて。これ俺の色だから。G 取りやめてよ。何よ。どうしよう。馬って階段登れんの？普通に。さすがに半段とかなら登れんじゃない？半分の段差とかだったら。なるほど。登ってくれるでしょ。やっぱ、ちょっとこれ。でもちょっとここね、多分急だと思うよ、ドンさん。ちょっと急だよね。3マス植えないといけないから。無理だわ。馬はちょっと広げてあげないと、馬ここまでしか来れない。もっと手前から行けよ、これ。ここまで来ないと。一見普通のね、小屋に見えて。うん、一見普通の小屋に見えてたから。うん。あ、これじゃないのか。これじゃ向こうないのか。そうか。確かに川だからね。川だ。うん。左、手前から左にずらすか。そうか。だよ、多分。やりようとしては。手前か。なんか本当狭い土地を有効に活用どうすればいけるかっていうなんかそういう家あるよね。ある。3マス必要なんだろう。あ、ペイさんこれそっか、もう一個下本来とこれ見えちゃうな、ペイさんちの床が。1個はこうしてみたいな。そうするとでもそうか、ここは何これ。でもバタンがいいけど、まあこうか。いいな。なんで2人してうちの下で合流しようとしないのよ。開けんなよ。なんでうちの下で合流しようとしてんの。結果的に下持ってんの。いやよく使えるなと思って開通しちゃったよ。俺ここにゲート置こうと思ってたのに。これ1マス足りないよね、天井ね。天井ここ足りない。これで足りる。足りるじゃない。なんで1個、1段上に。これで足ります。ああ、失神した。ああ、面白い。土、わかった。よし。あ、いいね。あ、いいね、いいね。うん。馬小屋作ってんだよね、これ。馬小屋作ってるよ。うん。あ、ここ。あ、なるほど。これ引っかかっちゃうかな。この階段。もう一個下の方が良かったかな。これ多分ぶつかっちゃうよね。あ、これそっか、階段で一個上がるのか。難しいな。いけるだろうこれ。マジか。あ、壊れた。昔水大丈夫だったのにダメだ。うん。はっ、えっ、なるほどね。斧、こうか。よし。あ、誰かんち水入っちゃった。おい、俺んちだぞ。やめてくれ、水は。人んちだ。え、これ開けると人んちだな。俺んちだぞ。俺んち。そこ、いや、うちなんだよ。なるほど。ああ。うん。うん。どうしようかな。こうして。あれ？これで平気かな？よし。どうなんだろう、ちょっと不安だな。うまいねえからな。こうなると馬連れてきたくなるな。ね。うまいねえからわかんねえんだよな。あっ、さんのネザーゲートみてえだな。ほんとだね。え？うん。なるほどね。はあ。あ、よし。これ作って。うん。ひたすら、今、馬小屋を作ってますけども。うん。おー。馬が降りてくるスタイルだ。馬が、あ、うわ。高さ。え？あ、痛い。だから、うちを使うなよ。ちょうどいい。ちょうどいい。よし。よし。ここぶつけそうだな。よし。てか、雨多すぎない？すごいね。なんでこんな雨降るんだろうね。なんでこんなにもう降らしたくてしょうがないのかな？多分。あ、寝ないと雨多くなるんだって。ちょっと寝ようぜ。そんなことあるんだ。知らんけど。寝るか。寝ようぜ。あ、ちょうど寝る。うわ、晴れにしたな。どこだ。あ、どこー。あ、なんか寝ました。はい、おはようございます。おはようございます。ほほほ。4度いって。うん。ああ。あれー。なに。ゾンビか。よいしょ。あれ。もう結構経った？あ、もうそうだね。40分くらいは経ってる。結構経ってるね。やってるね。やってるね。結構やってるよ。なかなかやってんだよ。でもやっぱ物作り出すとひたすら。わかる。そうだね。やってしまうよね。今何を取りに来たんだ。マモだ。ペイさんに、なんだな。ペイさんとかぶっててさ、ちょっと入り口が。まあ、ちょっと違うんだけど、でもなんか、負けてる感がもう出てるな。高さでもう持ってかれてるな。高さでね。ああ、でもゾンさん高くしてもいいじゃん。そうだね。高さだけ出せばいいだけでしょ。高さだけ出すことはできる。アンテナみたいにしろよ。なんでよ。俺もなんか高さで負けるの嫌だな。いいよ。高さで勝ちたい。高さでも勝ちたいな。高さでしか俺勝てねえんだからさ。すごい似てるんだけどな。よいしょ。んいや、違う。これの場合はどうやってもう一個上をやればいいんだ。あ、横か。こうか。で、こうして、こう。で、横に2個置いて、こう。はい、いいね。んで、んあ、違うね。あ、違う。あ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こうして、で、こうして、別に横やる必要なかったか。あっつ。あ、なんも見えねえわ。丸くしたところでなんも見えねえ。あっ。で、なんだこれ。こう。あ、違う。はい。こう。で、こう。で、こう。よし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 。いや。ここを。ナイス。どうしよう。ちょっと味気ないね。味気ないね、なんかね。こう味気ない。もう。台無しだね。あ、でも。ああ、こんな感じになるのか。ああ、ちょっと違うな。テッドさん、あれ、ありなの？何？右側拡張するのってありなの？あれ？土地が。これ何？ずるくない？何にも使わないとやつが。何にも使わない部分のやつが。あれ？ありなの？あ、なし？結局、じゃあ、鉄塔さんと同じぐらい幅、使うってことだよ。あれ？まあでも、網が空いてたからさ。そうだね、空いてたなら別にいいんじゃないかな。誰にも目をかからないなと思って。ってことは俺も左空いてんな。そうなると。いいなと思って。それいいの？いいんじゃないのかな。そう。まあじゃあ俺が真ん中取っちゃったのが悪いのか。俺的にいいかと思ってたよ。あ、ほんと？いや、いいのかな。なんか、すごい敵がいるな。わかる。どうしてだよ。どうしているんだ。こんなに。ほら、ほら。はい。ペロリン。よいしょ。まあまあ。うん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 。ああ。なんだろう、これ。ああ、でもいいな。ああ、なるほど。いい。逆に見えたわ。いい。ってことはだ。ってことは、違うわ。あ、ちょっと、パカパカパカ。やばいな、これ。ここ3段あるか。これ、大丈夫か頭。あ、ここ。馬の頭大丈夫かな。これを、こうしたら消えるかな。あ、あれ、もっとなっちゃう。あ、もっとなっちゃうのか。やっちまった。あ、ここ誰かんちだ。やっちまったな。やめてよ。なんで地面イコールと誰かんちなの？あ、ちょっとブスになっちゃったな。3必要。あ、よしよしよし。これは、こう、こうすると、こうしといて、こうしといた上での 2？ あ、2ならいいのか。違う。すごい極感が出た。上での。あ、ちょっとモリモリになっちゃったな。え？モリモリになった？水流コントロールができない。下手かよ。ここでスッと切りたいのにな。下手かよ。おかしいな。1、2、3、4、5。また。一回終わる？あ、じゃあ一回終わろうか。ここでか。まあしょうがない。すごいとこで終わるね。時間結構経っちゃったね。そうだね、50分ぐらいやってるわ。こんなはずじゃなかったんだけどな。うん、意外とさらっと。うん。ドンさんなんてすげえ速さで終わってたんだ。そうだよ、もう終わりましたっつって。じゃあ一旦終わりましょう。はい。じゃあ次回、まあ、馬小屋、見事完成するのか、どうかわかりませんが。どうでしょう。お楽しみにということで、はい、一旦動画はここまで。生放送は休憩にあります。